多分寝てないからイライラしてて。そう、でもさっき今帰ってきて30分ぐらい寝ました。うん、本当にさっき帰ってきて、今日めっちゃ朝早くて、田植え作業もう私途中合流だったんですけど、めっちゃそう、東京で朝3時に起きて東京でこう仕事して、それそのまますぐもうすぐ朝新潟に行って、田植えをしてました。だからずっと今日も一日超長かった。ニュース映像見た。なんかマリナとかハルカとかマシモとか割と気を許して喋れる子たちだったので、私もあのね、私めっちゃ大変だったんですよ今日。朝から移動して田植えに直行し、で田植えやった後芋のなんか間引くやつとかやって、でもほんとガチでやったので、なんか YouTube 多分上がると思うんで楽しみにしてください。ただめちゃくちゃ楽しかった。もうだから私やっぱこういうちょっと肉体労働系の、まあバス旅とかもそうだけど、ちょっと大変な方がやっぱ燃える。うん、癒されましたね。どっちかっていうと私的にはやっぱ自然と触れ合うことってなかなか普段できないので、もうずっと帽子かぶってたから頭ぺしゃんこだ。そうで明日はまた東京にパビューンって戻らなきゃいけない。大変だね。うん、この移動の時間 NGT になってから移動の時間だけで多分3年ぐらいあると思う。そう。でもめっちゃめっちゃ、でも明日はお昼からなんで、お昼移動して夕方から配信2つやってみたいな。ゲーム部と写真集のやつどっちもあるので見てください。でも暑かった。なんか東京に行った時も灼熱地獄だなと思って、新潟行ったら幾分かマシかなと思ったら舐めてた。もう新潟の方がすごかった。もう体中日焼け止めだらけですよ。ん？しかも東京のお仕事に
こう合わせて、このちょっと強めのメイクなんで、そう、東京のお仕事はちょっと強めだったので、このまま田んぼに行っていいものかと思ったぐらい、やっぱだからピンクのリボンが浮いてましたよね、どう考えても。いやでもめちゃくちゃ楽しかったよ。なんかでっかい毛虫とかさ、カエルとかも行ったんですけど、それを除けばめっちゃ楽しかった。もうでも周りのその普段から農業に従事してらっしゃる方とかにもたくさん教えてもらったり、なんかなんだろう、虫から助けてもらったりしてたので、いや、よかったなと思う。そう、でももともとおじいちゃんがね畑やってたので得意なんですよ、実は。ちゃんとなんかそれなのにさ、ツイッターでさ「えりかちゃんできんの?」みたいな書かれてて、めっちゃイライラした。寝てないからイライラするから、もう全部にイライラして、一気に50人ぐらいブロックしたもんね。もう本当になんか上から言われるの嫌なんですよ。だからなんか頑張ったねとかさ、なんか偉いねとかってさ、なんか上からじゃん。それが嫌すぎて、そういうコメントしてる人全員ブロックしました。もう誰かわかんない、誰かわかんないまま全員ブロックした。エゴサして引っかかってうざかったやつ全員ブロックしました。まあそんな時だってあるよね。なんかリカちゃん頑張ったねとかさ、偉いねとかさ、なんでこいつら上からやったことないやろ、田植えとか思って。なんかしかも そうやったことないやろ。なんでこいつらはやったこともないことを偉そうに上から言ってきてんのと思って。でもしかも楽しかったし、なんか楽しかったことをまるで私が頑張ってやったかのように言われるのがすごい嫌だったんですよね。まあ虫とかもあれだったし、暑い中頑張ってはいったけど、なんか頑張ったねみたいな、そういう言い方されるの嫌で。まあ、寝てないしね。それが一番なんですけど、寝てないのでイライラして大変でした。田植え機なんてでもめちゃくちゃ難しいよ。バランス見てちゃんとハンドル切らないと、土が柔らかいのであっちゃこっちゃ行くんですよ。だからこうなんかやらないともう無理で、私ほんと運転とかできないんだなって思いました。
富山のお米美味しそう。富山のお米も美味しいですよ。でも新潟のお米、私申し訳ないけど米は新潟の買ってる申し訳ないけど、やっぱ地産地消ですよね、まあ、住んでるっていうのもあるし、なんか一番新鮮そうじゃん、うん、なんかさ、何でもかんでもその勝ってるとか負けてるとかさ、何なの、キモい、その逃げろ。私がどうだから勝ってる負けてるとかない。ただ今買ってるのは富山のお米じゃなくて新潟のお米で、でも富山に住んでたら富山のお米買うだろうし、どっちも好きです。発言に気をつけろ。ブロックするぞ全員。今日はね、イラついてるから。ピキ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 。だって新潟で米作ってる人たちもいれば、富山で同じようにいっぱい頑張ってお米作ってくれてる方々がいるので、うん、どっちのお米も美味しいです、うん、どっちの方がとかはない。美味しいって思って、うん、全部美味しい。ご飯大好きだからリカ。うん、ただめちゃくちゃ、多分明日筋肉痛だろうな。パキパキなんだよね、体も。大変。え、なんで今日こんなキモいやつ多いの？私のあの何ピキリ線があれなだけ。キモいんだけど。コメントに気をつけろ全員。吹き飛ばされたくなければな。明日は？東京は？寒い？私明日東京行かなきゃいけない。暑い？寒い？マジで今日の昨日の昨日じゃない明日全部言った明日服着るの迷うな。何か雨？明日雨？明日雨なんだ。何着たらいいの？暑いですか？
日より10度ぐらい。もう温度差でやられちゃうね。だって今日は新潟の方が暑かったでしょ。私だってそう感じたけど、どっちも言ったけどどっちも言ったけどそう感じたんだけど、違うかな。でも朝だったからな、東京にいた。もう炎天下でずっと作業してたら、18度、寒いね。明日は調子乗って半袖着ない方がいい。私は今日も半袖だったんですけど、まあ、ちょい寒い。もう私しかもさ、今日さ、なんかスタッフさんとかがこまめに水分補給させてくれてたからギリ倒れなかったんだけど、なんかそう、なんか変な汗かいてて、ずっとなんかこうだるいのと関節が痛いのとで、なんか熱あるみたいな、多分軽く熱射病になってんのかなずっと外に、急にずっと外にいたから、そう、なんか熱中症、熱射病、なんかその熱中症かっぽくなってるかも、もしかしたら脱水症状と思って、私めっちゃ水飲んだ、水じゃないけどお茶飲んだんですよ。でもなんかずっとその感じで、しかもなんかあのすごいアクエリとかも渡してくれて、スタッフさんが麦茶とかも用意してくださって、めっちゃ美味しかったんだけど、でもちゃんとこまめにほんと水分補給してないと、私 あそこにスタッフさんがいなかったら死んでたねうん、東京からの移動まではさ、スタッフさんいなかったからさ、なんかやっぱ NGT の現場あったけーってなった。そう、どうしても今後の卒業関連のことで東京でのお仕事も増えてくるので、行き来はね大変ですけど、でも明日も東京行かなきゃいけないな。東京、もうなんかこの頻度なら絶対東京に住んだ方がいいんだけどな、私のメンタルが持たないですよねもうでも最後だと思って、うん、ゲーム部と写真集のあれでまた東京に行かなくて、明日東京寒いんだって。移動だけで疲れる。ねえ、ビビーの動画可愛かった。ベイビーが可愛すぎた。そう、新潟県の。私もなんか何を思ったかつけてたんですよねなんかいつもテレビつけないのに、ベイビーもリカちゃん推しで、
よろしくお願いします。やったー。そう、カラコン、そうです。今日はね、本当は田植えだけだったら黒コンしてなんか清楚な感じで行こうって思ってたんだけど、東京で先にお仕事があったからちょっとこのビジュアルで行かせてくれと思ってそう。でもやっぱ卒業ってこともあって、すごいメディアの方とかも中井さん卒業ですけどどうですかとか聞いてくれて嬉しかったし、ちゃんと新潟の局の人たちに忘れられてなくてよかったなと思って、うん、嬉しかったです。あと私が卒業発表した後、富山のテレビ局の方から素材ないですかって言われたんだって。新潟の局さんが NGT さんの素材ないですか、それがめっちゃ嬉しかったですね。富山の人にもちゃんと、私が富山育ち、富山丸育ち、富山育ちってちゃんと分かってくれてるんだなと思って嬉しかったです。あと新潟のその大真面目ニュースに出てきたふざけたやつのおかげで、なんかママの親戚が新潟なんですけど、ママの親戚かママにリカちゃん出てたねって連絡があったみたいでそう、ああ見ててくれてるんだと思って、普段あんまりね、あの富山と新潟なのでこうお正月とかもあったりしない人なんですけど、でもそう、まあまあ方だからね。でもリカちゃん出てたねって連絡があったみたいで嬉しいです。なんか陰ながら応援してくれてるみたいで、うん、明日寒いの東京。ちな新潟は？新潟爆暑くてさそれで東京行ったらね、寒っってなる可能性もあるってこと。新潟も寒いのかな、そうなったら。え、この何なんだろうね、一時高気圧みたいな。マジで寒暖差で死ぬ。全国的に下がる。じゃあ明日はやっぱ長袖だ。明日何着よう、マジでマリナお姉さんに連絡しようと思ってるぐらい何着ようか迷ってる。何着るんですかって聞きたいぐらい。あ、新潟も結構下がるんだ。でも今日めちゃくちゃ暑かったよ、もう本当に。なんかちょうどその取材受けてるお昼ぐらいの時って日が一番照ってるじゃないですか。その時に園児たちもなんかもう時々水分補給しながら応援してくれてたんですけど、めちゃくちゃ可愛かった。ギューしてって言われて、え、オラフみんなオラフだった。ギューしてって言われて、めっちゃ可愛い、そんな可愛いことあるって。で案の定私のネイル見て、ネイル可愛い。じゃあまあメディアいるからこのネイルで農業してたらちょっとあれだからって思ってたけど、こうやってこっそり見せてた。そうだよね、あの手袋してたんで大丈夫だったんですけど、え、でもねやっぱね楽しい、楽しいよね農業、マジでマジで収穫行きたいぐらい。でも夏なんか間に合わないでね多分ね。うん、なんで今まで呼ばれなかったんだろうって思うぐらいセンスを発揮してたよ私。やっぱねなんか
ちょっと上の世代の方、農家の方も今日たくさんいらっしゃったんですけど、そういう人と話すの方が合ってる。そう、今日は得意分野2つ、園児も保育園の先生目指してたし、そうどっちも得意だったので、わあこんなお仕事ずっとやりたいなって思った。まるで福祉だったね。もう本当に、ただやっぱかっこいい、その田植え機とかで難しいんですよ、それをすごいスピードでドドドドドドって植えていく農家の方がめちゃくちゃかっこよくて、かっこよく見えるし、なんかやっぱり、やっぱそうやってこの炎天下の中でも汗水を流して、普段からどんなお天気でもね作ってくれてる方がいるから、私たちは美味しいご飯食べれるんだって思ったので、だって田植え機一個いくらすると思うって言われて、え、わかんないって言ったら、なんか田植え機一個500万するらしくて、で結構もうディズニーランド何個分とかの土地をやらなきゃいけないわけ、そしたら何個か買わなきゃいけないでしょ、お仕事で使う機械に500万か、すごいなと思って、フェラーリじゃんって言って言ってた、まあ、マジで。そう、なんかトラックの荷台で休憩したりもさせてもらったんですけど、そういうのもなんか楽しいし、なんか全部田んぼで、山と田んぼで、なんか空気も綺麗ね、なんかめちゃくちゃ癒されるなと思って、なんかやっぱ一応新潟に住んでって言っても市内のねちょっと賑やかなところだったりするから、やっぱなんかちゃんと自然に触れて土とかパワーもらえるんだなって思いました。トラクター、田植え機、コンバインです、そう言ってた、めっちゃ大変だから それをさ、なんか私たちが気軽に操縦していいものじゃないから、めちゃくちゃこう神経を使うし、なんかでもね素早く作業しないと、すっごい大きいんですよ、もう田んぼ自体が、その新選組さんの土地だけでディズニーランド12個分って言ってて、え、どういうことみたいな。私用にディズニーランドでちゃんとって言ってくれて分かりやすかった。すごいよね、それをさ毎年決まった時期になったらね、こういろんな工程がある、田植えして収穫までに、田植えまでも工程があるし、だからすごいなと思って、理科用にしてくれて、めっちゃおもろかったのか、理科はあれだろ、爪が魔法少女なんだろ、農業できるのかって言われて、できるよって。リガのことも演じだと思ってね、バブーって。でもやっぱあのテンションで、そうインスタ見てくれてさ、で、あのテンションでこう気さくに喋ってくれる人じゃないと NGT 怪獣ばっかりだから務まんないなと思って。NGT にぴったりの方々。すごい楽しかった。
セーラームーンかって、セーラームーンだよってセーラームーンついてんだ爪にっつって、めっちゃいいよ。ニュースでちょっとちらっと映ってた方です。あの方もめっちゃ米爺って呼ばれる。米爺はめっちゃ優しく教えてくれたりしたし、あとそうニッコニコだ。リカおもろいなーってなんで今まで来なかったってリカも来たかったんだけどっつってもう仲良しマブダチになってきました初めてじゃないかのごとく一番慣れ慣れしく喋ってた私がうん、私みたいにねやっぱちょっとぶっ飛んでないと、距離の詰め方バグってる人の方がそういう年代は喜んでくれる。やっぱちょっと砕けた態度で接してくれる方。でも若めのせがれがいたんだけど、せがれにもせがれこれ取ってアクエリ開けて全部頼んでたけど、うん、まるで親戚だった。せがれ呼びしてたもん私。めっちゃおもろい。なんで今まで呼ばれなかったの。なんか最初で最後とか言われ てすごい寂しい気持ちになった。なんかでもあれをはるかが2年やってる、2年、もう3年目に なったらしくって、ずっとやってるんだってはるかが。リカさんがここにいるのが不思議ですみたいな言われ、わかるっつってねえなんでいるんだろうねっつって。でもすごいもっと早く呼ばれたかった。なんかリカちゃん卒業するから脱ぎをしてるんだみたいな言ってる人いて、それにもめっちゃ腹立ったんだけど、私は別にずっと農業やってみたかったし、なんか今まで呼ばれなかったのが本当に今日やってみてマジでなんで呼ばれなかったんだろう。まああと3ヶ月4ヶ月しかないんだけど、うん、ただ本当に実家が山だし、周り田んぼだらけだったし、うちの周りももうなんかなんだろう、見慣れた光景に帰ってきた感じがして、すごいね癒された。心がもうほんわかどころじゃない、溶けた凍てついた心が溶かされた。うん、収穫するの見てみたいねえ。私も収穫したいよ。行っちゃダメかな、フローラのお金で。フローラさん出してくださいって。でもなんかエンジンもめっちゃ可愛くて、なんか挨拶する、それでは挨拶しましょう、気をつけピーって言われて、先生にその気をつけピーがちょっと気に入っちゃって、私気をつけピーって言われるのが気に入っちゃってずっと言ってたやっぱねそういうお仕事ずっとやりたい。何やかもおり、そうだね確かに確かに、コンバイン乗ってるとこに私も乗りたい気持ちになってきた。
うん、みんなカレー好きって言ってたね。可愛いんだよね。え、なんかもしニュース撮ってる人、私さいきなり本当に流れてびっくりして撮るの忘れてたから、録画してる人いたらちょっとあのダビング時代錯誤が華々しいな。なんか私に送ってくんない動画で録画しようと思ったけど、なんか取材料的に尺こんなもんだろうと思ったら、録画してたら間に合わないなと思って、さすがの歴、うん、取材の量があるぐらいだったから、だいたい尺こんぐらいだからどうせ間に合わないだろうなと思って撮るの諦めました。ウェブね、ウェブニュースツイッター、あ、本当？じゃあ後で見よう。なんか嬉しい、新潟の子供のたちと触れ合えたのも、がっつり農業できたのもめっちゃ楽しかった。え、本当に楽しかったの知ってる？私あんまり仕事して楽しかったって言ってる時、気持ちこもってないことの方がほとんどなんだけど、今日は本当に楽しかっただいたいゼロの感情で楽しかったですって言ってる時の方が多いんだけど、でも本当に楽しかったし今日は。あとメンツが良かった、普通に。うん、メンツが良かったです。はるかもマシもすごい私より農業やってるから教えてもらいながらやってたんだけど、私も。え、そしたらね、あ、ちょっと待ってね、でもマリナも何回か農業やってるらしくって、やっぱね今日のメンツがめっちゃ良かったんですけど、探したらね、 STさんのサイトで、ね、あ、マジ？後で見るわ。よかった録画してなかったから。え、とても急で驚いた。でもメディアの方いっぱい来てらっしゃって、もうほんとメディアの方も汗水流しながら取材してくださったりリポートしてくださったりしてたので、本当に感謝感謝ですね。暑い中来てくださって、うん、みんな優しかった。やっぱね一緒に仕事する人なのかもしれない、私の楽しさとかって、うん、そこに直結してる気がする。今日はだって園児もね、新選組の方もみんな優しくて、メンバーも良くて、やっぱそこだと思う。だって
やっぱ東京でいくらキー局の番組に出てもこの多分幸せな多幸感は味わえないから、なんかやっぱこっちの方が向いてるんだなと思いましたね。めっちゃ曲来てくれてた。なんかやっぱね、なんか人の心がちゃんと通ってるお仕事したい。なんか東京でやるのは無機質で、なんかこうなんかなんだろうな、白黒みたいな私のイメージ。でも今日のお仕事は私のもう見える景色はすごい鮮やかに色づいていたので、うん、なんかやっぱとなんか気持ち落ちるんですよねってなんかそういうのを日々体験してるとやっぱ住めないな、うん、なんか思い出しちゃうのかな、いっぱいいろいろ大変だった時とかしんどかった時とかそういう時のことを思い出しちゃうのかもしれない。そう、あ、そう、みんなにね、あのもう一回改めて言うと、私今日ね寝てないので、イライラしてたからそんな幸せな仕事の後にエゴさせたらなんかイライラすることばっかり書かれたって、わ、イライラすると思ってうん、すっごいイライラすると思って50人ぐらいブロックしたんで、誰から構わず、あのもしあれだったら、あの該当のツイートを消してくれてたらブロック外しに行くので、はい、シャス。自分これが悪かったなって思ったら消してください。昨日の推しの子がリカちゃんにかぶってドキドキしてたあ、レンリアレンリア出るか、今日から。でも朝さ3時とかだとさもう寝れないんですよ、寝坊したら怖いと思って。でいつもだいたい決まった時間にあの寝つきが悪いので眠剤飲んだりするんですけど、あのもともとショートスリーパーなのもあってこうなんか一回寝たらスッて起きれるんだけど、でも起きれないかもっていう、そうそう、不安が勝っちゃってお薬ももちろん飲めないし、そうすると寝つけないし、ちょっともう目が夜中中ランランしててほぼオールですよね。なんか無理にでも目をつぶってなんか自律神経を整えないとダメだよって病院の先生には言われたんですけど、でももうねできないんだよね私ね。なんかそう寝れないことにも焦ってきて、あどうしよう寝れない、このまま朝になっちゃうって思ったらなんか寝れなくなるんだよね逆に。
そう、そうすると私イライラスイッチが入ってみんなに当たり強くなるんです。でもサンドバッグだと思って受け止めてください。あ、俺らサンドバッグなんだ。一回ね、一回受け止めてほしい。今日はもう本当にイライラしてた。普段許せることでもそういう時ってなんかピキっちゃうんだよね。そう、まあでも一瞬仮眠したのでなんとか。でもそれでもなんか疲れすぎてたらさ、体のだるさでさ起きるときない？30分ぐらいしたら起きちゃった。本当は今日配信なくてもいいかなと思ったの。明日めちゃくちゃ配信あるし。あ、だから普通のショールームはないかも。すいません。普通のこう理科のルームのショールームはないかもです。すいません。明日はね、もうちょっとさすがに配信ばっかりになっちゃうから。うん、明日雨か。何着よう。すごいなんか手からゴム手袋の匂いがする。寒いんだもんね。なんか暖かくなったり寒くなったりしてて嫌だ。消した街灯のツイート。ブロック解除祭りしていってあげるか。やっぱ私と農業ってそんなに結びつかない。多分スタッフさんもそう思ってあれだったんだろうな。あれブロックってどこで解除するんだっけ。どこでするか忘れちゃった。どこだっけ。あ、通知マークだっけ。あれ
どこだっけ、うるせえお前は一生ブロックしてやるよ。どこで見るんだっけ、わかんなくなっちゃった。どれ、プライバシーと安全、え違う、あここだ、ここっぽい。ブロックしたアカウント1414人、まあ手始めに。こいつなんでブロックしたんだっけ。もうなんでブロックしてるかわかんないもんね。今謝ったら許してあげる。まず謝れ。私がわざわざ解除しに行ってあげてるんだから。消したの？ツイート。すみませんでした何もしてない人まで謝ってる。もう誰がどうな、何だったか分かんなくなこれ何順なの？ブロックした順って何順なんだ？名前？めちゃくちゃだよね。なかなか1000人以上ブロックしてるアイドルいないと思うんだけど。
探すの大変だ。探してないよ、私の気まぐれで今外してってだけ。いろんな人、次はないと思え。なんでこの人ブロックしたんだろう、私。わからないな。え、これ本当何順なんだろう、分からない。アカウントできた順とか、大会場祭りしてます今。凍結祭りしてんの今。ツイッター。マジ？なんでだろう。え、普通にバグでってこと？なんだかわかんない。トースポブロックしてて草。あ、え？今凍結されてる人もいるの？大丈夫？
ツイッターは半年以上動いてないアカウント消すよってやつ。あ、そうなんだ、そういうのやってんだね。え、なんでファイズさんのことブロックしてるんだと思う。私浮気してたからかな。ファイズさんブロックされてて草なんだが。失恋したから。いや、全然関係ないと思う。なんか寒くなってきた。やっぱ私はなんか変なあれなのかな、体調悪いのかな。普通に大解除祭りしてます。今スポーツ報知をブロックしてるやん。よっぽどニュースが嫌いだったと思う。でも無駄にやりすぎたらさ、あれかな、治安悪くなるかな。お、1400人ぴったりになって14人ブロック解除してあげました。優しい。てか姫優しい。慈悲深い。そうでしょ。ドンドドンドンドン。ふわりあいの YouTube、 あ、どうでしたか。おもろかったよね。この人まだブロックされてるよっていうのがあったら教えてください。もう自分で探すのめんどくさくなっちゃった。まあブロックされるようなこと言うやつが悪いけどな。どう考えても
もう浮気しません、その名前で、その名前で絶対信じられないんだけど。大体私がブロックする人って浮気してるかムカつくこと言ってるか二択だから。南蛮エビ丼美味しそうだったでしょ、めっちゃ美味しかったよ。バビエンサビ、バビエンサビはね分かる人の方が少ないと思ってる。エビうまかったよ。あ、そう、リカね、マリナの生誕出れるんだ。マリナに出て生誕出てねって言われて嬉しかった。しかもそこで初めて一期生揃うんだって。まあ美晴以外だけど、美晴いつ元気やる。まだ体調悪いのかな、心配。そう、6月前半のスケジュール出たでしょ、なんか心配。やる、ねえ、なんか私にできることがあればしてあげたいけど、なんか何もできないもどかしさと、でも美晴が抱えてるものがをなんかなんだろうな、私もわからないから、どうやって、なんかでも自分でさ、多分ステージ出れないのもさ、なんかそれでさ、私が例えばなんか早く治ったらいいねみたいな言ってさ、ああ早く直さなきゃみたいになってさ、ステージに出れてない自分をさ自分で責めちゃうみたいなさ、そういう悪循環になってもすごい
あれだなと思って、なんかもし気持ちの面でもしんどいとかなら、なんか私もすごい この8年そういうことたくさんあったから、なんかねできたらいいけど、でもそういう人にやっぱかける声って一個一個は全部そのストーンって響くんですよ。自分もそうだったから、まあそうとはみんな限らないけど、私はそうだったから、なんかせっかくもし良くなってきてるのにね、私が変なこと言っちゃったら申し訳ないなっていう気持ちもあって、だからどうしてなんかしてあげたいけど何もできないみたいな、そういう気持ち、うん、でも本当焦らないのが一番、自分のペースで直してちゃんとまた一緒にステージ立てたらいいなと思ってるけど難しい。でもね、再来週かな、違う、来週再来週明日わかんないけど、あの今ヒメールシュープレの連載の方でなんかメンバーに対する卒業するにあたって一人一人のメンバーとのことを書いてるのね。だからあの次の次がみはるかな、そう今週はマリナ、ひなたのバリウム、ひなたはね最初からねグイグイだったんですよ。私 NGT の合格発表あって、じゃあ合格した皆さんちょっと上まで荷物取りに行きましょうみたいなって控え室に戻った時に一番最初によろしくねってすごい笑顔で言ってきたのが日向で、まあ、私陰気だからあニコニコの笑顔でよろしくねって言ってきて、すげえ光り輝くナイスな太陽だって思った。すごいよね、やっぱ私は何においてもいいんなので、うん、どっちかというと月、うん、だからすごいなと思って、そう。私もすごい最初グイグイだったから、なんかセンターになりたいとかも思ってたんだけど、もう最初のお披露目のセンターは加藤ですって言われた時に、じゃあ皆さん頑張って練習してくださいって言って、その話が終わった時にもうガーってみなみんとこに行って、次は私がセンターだから私隣にすげえ、すんげえ、こんな子いるんだって思った。でもすっごい私はすごいカラッとしててそれが好きだったの。なんかちゃんとなんか次狙ってる
私たちもいるんだよってことをやっぱね、まあ、日向の場合は私が次センターだからっていう気持ちで言っただけかもしれないけど、でも本当なんかそれができる人ってあんまりいないから、なんかやっぱすごい芯の強い子なんだなって私はもう最初から思ってましたね、日向のことは。できないじゃん普通、センターなったばっかりの子にさ。ねえ、南を南になんかおおおおみたいな感じになってたし、おもろかったなあの時すげえ。その後カメラ回ってるところでなんか私はすごいその時はまあ意外とその気は使えるタイプだったのでなんか一緒にセンターとかなれたらいいよねって喋ってるところが使われて、リカヒナダブルセンターなるかみたいなことになってたんですよね。普通にこう、いやでもそれもある、若かったし、なんかでもそれぐらいの意思を見せる子がいないとやっぱりグループって良くならないので、すげえと思って、隣で見てて開いた口が塞がらなかったでもそれぐらいなんかカラッとしてる方が私はすごい好きだったから、なんか裏でなんであいつセンターなんとか言われるより、なんかそうやって面と向かって自分の気持ち伝えてくれてる方が良くない、私はすごいそっちの方が好きだったの。だからわこの子はめちゃくちゃ多分なんか強気だし、多分自信も自信家なんだろうけど、有言実行タイプだと思って、言ってそれを実現していく、叶えていくタイプの子なんだと思って、うん、でも今もそれはね変わらず、日向はずっとなんか変なところドライなくせにちゃんとこう周りを見てるときはすごく見てるし、でもそれは多分本人がやってきた歴とか立ってきたステージから来る余裕なんだろうけど、うん、私は日向はそういうとこが好きですねでも、うん、ちゃんと自分で自分のこと可愛いって分かってるところも含めて私はそういうところが好き、とても。ひなたが多分あの性格じゃなかったら私多分仲良くできてないと思うからうん、うん、だからすごい羨ましいと思うぐらい、だからなんか、うん、そうだね、マリナも最初からいい、すっごい優しかった、すっごい優しいお姉さんって感じ。卒業発表する前やした後のリカちゃんの言動を見てるときっと本心で言ってたんだ、今なら分かる。え、何を、え、どれを、え、でも私あれだよ、本心しかほぼ言わないよ、言わないけど、あの無理して頑張っ
って楽しいですとか言ってる時は顔が引きつって全部顔に出てる嘘つけないえ、ほんとなんかそれ素直すぎるっていう、マジでほんと嘘つけない。本当のことしか言わないよ私。うわ全然楽しくなさそうって思われるもん本当に楽しくない時。楽しかったですだからファンの人とかにキモいこと言われたらキモって言っちゃうし、なんか言わなくても顔に出てありがとうこんなですよマジで。でもなんか私ってやっぱり沸点が人より浅い、怒りやすい、感情に振り回されやすいタイプで、私ももう25歳になるのでだいぶ治ってきたし、治そうともしてるし、なんかそうやって言うけど、あの私こういうタイプだからって言ってるけど、それはなんかみんなのハードルを下げるために言ってるってのもあって、ちゃんと治ってはきてるんですよ。やっぱりそれは多分見てても分かると思うんですけど、なんかでも自分のさ余裕がない時とかにムカつくこととか悲しいことを言われるとやっぱそっちの方に引っ張られちゃうので、ブレやすくはなるよね。私今がとてもそうなんだけど、うん、でも治ってきてる方なんです本当に。だってあの病院もね4年前5年前ぐらいから定期的に通うようにして、なんか処方箋とかもいただいてるんですけど、よくなったね本当にって言われる。うん、なんか回復の仕方がちゃんとなんか自分の活動とかに合ってるのかなとも思うし、そうやっぱ今はやりたいことをやらせてもらってるし、みんな優しくしてくれるし、すごいとても安い環境を作ってくれてるので、みんながそれでそこに甘えてるのかもしれない。誰かありかさんもしかし私は存じますさっき50人ブロックしたんだけどなんか聞いてください聞いてください。なんかエゴサしてたの、そしたらさなんか私のその農業のやつ見て、なんか私が一番嫌だったコメントが、なんかリガちゃんとリガちゃんって農業できるのみたいな、
なんか私はさ楽しくお仕事してきたのにそういうこと書かれるんだと思ったし、それがトリガーになってもう止まらなくなった、ブロックする手が。でもこれって普通なのかな。なんかでも一応私の考えが間違ってちゃあれだし、なんか私の沸点が低いだけなのかなと思って、一応マッシーとかにね相談したの。なんかこういうお仕事した後ってこういうの書かれるじゃんって。これってさ、私はすごくイライラするんだけどさ、どう思う？普通に書かれてたらって言ったら、いやそれはなんかでも怒っていいやつだと思いますよってマッシーは言ってくれて、あいつ優しいから多分合わせてくれたんだと思うんだけど、でもさ、なんかでもそういう気持ちで言ってないかもしれない。もしかしたらそのいじるじゃないけど、そういう気持ちで言ってるだけかもしれない。でも文章にした時にさ、あのこうやってすぐにレスポンスできるコメントとかだったらまあいいよ、まあ、私嫌だときは嫌だって言うしね。だけどさ、ツイッターに書くってさ、他にもさ私の名前でさ検索してる人がいるわけじゃん。中井里香ってどんな子なのかな。そういう人たちの目に入るようにさ、わざわざそんなこと書かなくてよくないって私は思っちゃって。とかなんか里香ちゃんが田植え？えらちい？みたいな、なんかまるで私がやらなそうみたいなさ、そういうなんか応援してる人がさ、なんでそっち側に立つんだろうって思っちゃうんだよね、私はね。だけどでもこれも私の器が狭いだけだと沸点が低いだけなのかなって思っちゃって、だからなんか一応最近は私これムカつくんだけどどうって周りの人に聞くようにしてる私はこれムカつくんだけど普通だったらムカつかないのかなとか。だって自分はさ自分の主観しかわからないじゃん。考えてもさ考えてもさ、なんかそういうまあ被害妄想じゃないけど私のことを悪く言ってるんだみたいな風に考えちゃうんですよ。それってなんか直せるものなのかな、寛大になれるかななんかでも直さなきゃいけないなとは思うの。もう大人だし、そんなことにいちいち突っかかってたらキリがないっていうのも分かってるし、でもなんか私は私が少しでも卒業前でもそうやって NGT がやってるデフォルトでやってる活動にちゃんとなんだろう貢献して、なんかリカちゃんがやってるんだったらやってみたいって他のメンバーとかにも思ってもらえるようにしたいし、なんか中井リカ農業やってるんだってか NGT ってこういうことやってるんだってちゃんと NGT のそのデフォルトの活動を知ってもらう入り口にもなったらいいなと思ってやりたいって言ったんだけど、そう、あそう私がやりたいって言ったんですよこのままだと卒業まで呼ばれないと思って、え、なんで農業理科呼ばれないのって聞いてみたら、え、やりたいの、え、ってなって、え、やってみたい気持ちはあるよって言ってたら、なんか、え、本当に呼ぶよって言われて、え、本当にいいですよ、本当に やりたいですって言って叶ったやつなので、なんかそんな風に言われてやっぱ悲しいんですよね。うん、なんかまるでやらなそうみたいな
なんかそれはでも私の日常の態度があれなのかな、そうさせてんのかな、イメージが。でもなんか死なそうだもんね、死なそうなんだろうな。一応でも田舎生まれ田舎育ちとしては意外とちゃんとできそうだなって私は思ってたけど、都会の子だと思ってた。テーマの田舎エピソード伺って、え、そうだよね、でもさ姫様が嫌だと感じた時点やっぱそうだよね。でも分かってるの、自分でも私の沸点は低い方なんだって分かってるから、もうね最近は人に聞くようにしてる、第三者の意見を取り入れていこうと思って。それが自分の成長につながるなら、精神の。でもね言われる、なんか東京の関東らへんの出身だと思ってたってめっちゃ言われる。出身どこですか、関東ですよねって百発百中で言われる。嬉しくない。嬉しくない。なんでそう思うんだろう、顔。顔かな、顔なのかな。全然富山です。あ、富山なんだって。シティ顔。私シティ顔。シティフェイス。まあみんなはもうね私のことよく知ってくれてるから、リカちゃんは富山出身の子ねって分かってくれてるけど、関東出身と思う人が多いの意外です。いや分かる、なんでなんだろう、めっちゃ言われるんだよな。髪色とメイク、髪色暗いじゃん、まあ、メイクはそうね派手かもしれんけど、北陸っぽくなる。私めっちゃ富山によく言う顔だと思ってるんだけど。自分で富山顔。でもさ県外の人は富山って言うんですよ。新幹線のアナウンスも富山です言うんですよ。富山なんだよね実は。富山、これ富山の人の前で私が出身富山なんやろって言われて、あ、富山ですって言ったら、なんかもうそうやって富山が都会の言い方になっとるわって言われるんですよ。そう、富山なんだよね。
でも標準語イントネーションが富山なんだろうけどでもこういうイントネーションの違いがよくある。あんま方言出ないからかな。確かに私方言出ない。標準語の人と喋ったら標準語に合わせちゃう。なんでなんだろう。私もっと富山県出身ってことを知ってほしいな。うん。埼玉もよく言われる。千葉もよく言われる。神奈川もよく言われる。でも。なんかその私の仲いい関西の友達がなんかなんかもうあんたはなんかそういうイメージやろみたいな、なんか都会で育ってなんか家庭環境がぐちゃぐちゃなイメージって言われて。え？ひどっ。割と幸せに育ってきたんだけどって。え？うん。なんか闇を背負ってるもんな、目がとか言って言われて。ひどくない？なんか出ないとこんな育ち悪い子よう生まれんもんって言われて、ひどいんだよねずっと。うん、あ、全然仲いいから全然いいんですけど。うん、いじりの一環です多分。え、全然いいんだけど、でもなんか意外とちゃんと育ってきたよってそう、パパとママはいなかったけど、私が学生だった頃はずっとおばあちゃんとかおばあちゃん家とかにいたけど、でもなんかまあそれなりに幸せにはけなされてます。でもなんかそういうイメージなんだろうなと思って、仲良しだよ、仲良しだし、そういうこと言っても大丈夫の中だから大丈夫私は何とも思わない、そう言われてもそうなんだって旗から見たらやでって言ってた。田舎で素直にすくすく育たれたリカ姫さん確かにそれはね本当にそうだよ。青森から東京まで遠いですか？めっさ遠いで。びっくりする多分。私一回東京から青森行ったことあるけど、
すごいなんか4時間5時間ぐらいかかります。マジマジ。姫のアルペンルートポスター巻いて巻いて、懐かしい、そんなん撮ったね。新幹線で爆睡できるけど、今日私新幹線も寝れなかったな、朝めちゃくちゃ眠たいはずなのにずっと携帯見てた。新幹線のところじゃないけど疲れるけど、でも寝たらすぐだよね。寝たらすぐ。そう、東京も新潟も終点なので、もう寝てたら着くけど、寝れない時は地獄。何しようって思う。でも新潟から新幹線またつながるといいね。てか富山新潟から早くつながってほしい。そこがつながらんことには、なんでつながらないんだろう。え、なんでダメなんですか？え？来年は青森で働くかもしれない。え、どういうこと？どういうことすぎる。でもね、帰りはみんなで、あの、なんだっけ、アイス食べた。今日買ってきてくれて、あのディガーピノ食べた。美味しかった。いちごのピノ、それのおかげで生き返りました。ね、でもご飯食べたい。お米送ってくれないか、リカが
育てた米、植えたお米、時娘になるのかな、コシヒカリになるのかな、赤飴、赤飴、かき娘、でも時娘ガチでうまいよ。ちなみに私3袋ぐらい余ってきたけど全部食べちゃった。ツアーの時買った？来年私は日本で働きます。え？なんで？なんで来年なの？夏までに来れないじゃん。ファイズさん第日いいじゃん。プトラ来た、プトラ、プトラさん来た。なんかコミュニケーション始まった。たまにあるやつこれ。おわらあだやんインドジュガ、たまにあるやつ。わかんない、全然わかんない、コミュニケーション全然わかんない。ここにインドネシア人がいますね、うん、それぐらいはわかるよ。あー疲れた、腰がめっちゃ痛い、明日筋肉痛だ。今日は疲れた、朝から大変だったんだよ。知ってる？ねえ、すごいさ、いっぱい農業したし、なんか心栄養たっぷりになったけど体が満身創痍。これはでもあのあれだけじゃない、農業だけじゃない、
蓄積された普段の蓄積されたやつ、普段の普段からの、昼間に太陽の光に当たると夜むちゃくちゃ疲れ、え、それなんでなんだろうね、誰か調べてきて、なんで太陽に当たるとさめっちゃ疲れるじゃん、なんでなんですか。リカちゃん今日も配信してくれてありがとう、こちらこそありがとう、見に来てくれて、なんで誰か有識者いないの、太陽の有識者、太陽の民いないの。紫外線疲労ってのがある、なるほど、つまりどういうこと、日光浴びた人体は高温、脱水、紫外線などのダメージから身を守り長時間活動するため、はあ、バイグーグルさん、太陽光を浴びするのに負荷がかかってるという説もあるらしい、はあ、なんかここ何日かずっと外に出て東京と新潟を行ったり来たり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 来たり来たり行ったり行ったり行ったりなんですよ。だからそれが多分、しかも暑かったじゃないですか最近、その今疲労が全部おせちみたいに積み重なってる。うちの子猫にピメちゃんという名前をつけてもいいんですか、ご勝手にどうぞ、うん、でも今日さ、なんかはるかがなんか休んでたらなんかスパイダーがあのはるかの体の中に、服の中にね入っていったんですよ、うん、エロスパイダー、そうで、エロスパイダーね、そうでもね、なんか出すの諦めて共存するって言ってて、やだーって、え、それどうしたの雲って、後々聞いたら、いや、もうなんか侵入されてないことにしましたって言ってて、え、友達やめていいってなったキモい、クモと共存してるのはキモい、さすがにキモいから出した方がいいよって言って、着替えの時に出しますって言ってたけど、よく我慢できるね、その状態で。私だったらもう発狂して大変なことになって。多分その場で脱ぎ散らかすと思う。テニーの湯せ食べててる今日は田植えのニュースデイだね、嬉しい、でもちゃんとそういったこともしてます、
なんかノイから唐突に LINE 来てて思いかった、最近どうって。うん、明日も朝が早いね。いやそんなことないわ、明日お昼からだ。早いかなと思ったけどそんなことなかった。仕様が一個朝あるだけ。子猫5匹がいます。名前はピメちゃん、オリンちゃん、サチちゃん、モカちゃん、トニちゃん。前半全員おしめの名前だろ。ゆっくり寝る、ゆっうん、ちょっとゆっくり寝れるね。この浮気者が、はい、ファジさんが浮気したんで、あのイケメンとデート券使います。しかも卒業間近に控えた比嘉姫が、イケメンとデート券2回使えます。油断してたでしょ、文句言えないよこれで。油断してたでしょ。電撃結婚、まあ、悪くないね。アラブの石油王イケメンと電撃結婚するか。これはイケメンとデートだな。ちょっと待ってて、石油掘ってくるからコンビニのテンション。もう候補者いる感じ。いや候補者はいない。あでもそっか、デートするってなったら候補者いないと無理だもんね。じゃあ。Tinder やろうかな。でもおもろくない？アイドルやめて即 Tinder に登録するアイドル。うん、タップルでもいいよ。タップルで見つけましたって私あの広告出れるかもしれない。まさかっていやタップルにした今。案件としてやろう。えタップル、タップルやってみてもいい？登録してみてもいい？絶対やめな。じゃあレンリア出るよ。みんなが一番嫌いなレンリア出るよ。
最近この脅しハマってるんだ。みんなのことを恐れをののかせる唯一の一言。え、電流出るよ。え、卒業してすぐ電流出るよ。いいの。ああ。レンリアと舞台で舞台は別にいいだろう。え、舞台出たい。確かに。そしたらイケメンの舞台役者さん目が輝いてきた。舞台役者 T また T 取り憑かれてる。 T に取り憑かれてる。舞台でも T。 てか最近江戸はるみのあのネタを完コピしたいと思ってきて。なんで今日は素敵にダンシングってやりたいんだよね。イケメンとマッチングしたい。イケメンと舞台でマッチング。 やっていい。それはガチのやつやん。あ、レッツラゴー。え、待って、フルの歌詞知りたい。歌詞ないかな。はーい、調子はどう？いい？グー！レッツラゴー！今日も明るく元気よ、グー！楽しく笑顔でスマイリング。いいね。お顔の筋肉ムービング。え、めっちゃいいじゃん。グー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 。私もグー。今夜はコンパでダンシング。友達コンパをセッティング。私は浮いてるキャスティング。聞き流されるトーキング。帰りは一人でボーリング。あー、グー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 
あー、ホップ、ステップ、ジャンピング、あー、私はアンチエイジング、いいね、最高だ。切ない。江戸晴美の歌詞から切なさを読み取れる君、感受性花丸だね。いい歌ですね。歌なのか、そんな感じでも今や筑波大学大学院、え、筑波大学グー、筑波大学グーってこと、でも理解でもやりたい、本能寺の変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 。1582年に しばかれる話、あ、どうして、どうして、どうして織田はしばかれたん。え、これやりたい。エクスプロージョン、え、大好きなんだよな、シリーズムネタ。本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変、変歌詞、1582年で本能寺で起こった悲劇、織田さんが家臣の明智にしばかれる話、ああ、どうして、どうして、どうして織田はしばかれたん。明智さんは織田さんに長い間いじめられた、みんなの前で呼ばれたあだ名はハゲ、え、どうして、どうして、どうしてハゲに負けたの。すごい、こんなに長いんだ。え、これ見たいな、久しぶりにフルで。なんかさ、こういうダンス、なんかこうやってやるダンスしてるよね。しばかれる話。ごめんなさい、愛それがすごい。できるみんな、これできないでしょ、どうせ体硬いんだから。アイソレーションって言うんだよ。最初できない人は肩持ってこうやって首を動かすところから始める。それがもう持たなくてもよくなるようにできる。これも前も後ろもこうやって、そう、これ同じように胸、腰全部あります。練習したっつった。なんかこう、ここを軸を動かさずにこうやってここだけで動かすやつ。
で、こう肩と合わせるとダンスでいうコブラっていう動きになるんですけど、こういうこれ胸ヒットね。こういうのができるようになる、アイソレーションやると。アップは上にここを持っていく、ダウンは入れる。アップだとこう、ダウンだとこう。できないでしょ、かわいそうにこれできるだけでだいぶモテるぞ。そう、基本動作。そう、私でもデフラワーができない、こういうやつ、こうやって回すやつこの価格で見せれる範囲にあれだけど、なんかそういうアイソレができてたら首、胸、肩、腰みたいな感じでグッてウェーブができるようになる。こうやってウェーブができるようになる。女の子しか胸の違うよ、男性もやってるじゃないですか、ストリートダンスできますよ。基本動作、アップダウンウェーブアイソレ、なんか手のウェーブとかもさ、私さ、サル手なんだよね。だからなんか綺麗に見せれない。このこっから肩に行ってこうやってやらなきゃいけないんだけど、ここが動くんだけど、このサル手が邪魔して、マジでできない。できないでしょみんな腕細いことやる、腕太いよ、こんなにお肉がありまして、そぼろほら、トゥルー、ちゃんと揺れるもんお肉最初はじゃあ首からアイソレーションやりますか。ここを押さえて首を動かしてみてください。徐々にできるようになる。やってみてる？今これ肩をこもって動かないようにして、こうやって少しずつ動かすの前も後ろも。これができるようになるだけで全然違う。こうやってこうやって動かせる。こうやって行ってこうやって戻ってきたら一個動きに抑揚がつく。
夜道で首を動かす人になって思う変質者。前後ろできる。私後ろやったら20秒になるけど。前後ろでも前と後ろあんまり使わない。こういうなんか振りがなければ使わない。アイドルの振りないしね、そういうの。なんかあったな。ロマンスいらねカッカッみたいな動きあった気がする。なんだっけ、何の曲だっけ。あ、なんか公演の曲でなんかあった気がする。そんなやるんだみたいな。ダンス習ったらできなくないっていうやつがね、こうやった気がする。で、うざとかもさ、こうやってやってるじゃん。君は君で愛せばいい、つつつつつつつって相手のことは考えなくていい。でもね、私のダンスの癖気づいてる人いるかもしれないけど、こうやってこうやってうなずいちゃう。首座ってないから例えばただこう手を上げるだけの振りでもこうやってうんってやっちゃう。これ直したいんですよ。うんってやっちゃう。うざ前後だっけ。うざって前後だっけ。私うざちゃんと踊ったことないな多分。こうやってやってた。なんか割とこういうなんか前を経由した右横だと思ってた。あ、こうやってやってんのか。これでも愛それだよ。懐かしい。なんかでやったっけ。と1サビぐらいしか踊ってない気がする。ワンハのさらに短いバージョンみたいな。そう、でも私あのプロレスでこの左のとこなんかほぼヘルニアみたいになったんですけど、プロレスやったおかげで。それのせいであんまりこっち行かなくなった。こっちは行くけどこっちはもう行かない。インド系です。こういうやつでしょ。やってみたいインド系ダンス。アラブの石油を手に入れるためなら私は頑張って習得する。そこですか。え、そこ以外なんかある。逆に聞くんだけど逆に聞くんだけど、それ以外なんかある。え本当に結婚したらめっちゃ。え、結婚するよ。何言ってんの。え、アラブの石油王と結婚するよ。え、このまっすぐな眼差しを見てもできないと思うの。するよ。
それで資産だけもらって、あのとっとと別れるから、そしたらみんなが私の子供育てるんだよ。分かった？大変なことを言ってる。これが令和の推しの子やで。手伝います。あ、ほんと？早めに先着順だからね。先着順、推しの子を育てる。いいね。そう、最近そうやってみんなに言ったんだ。そしたら意外と受け入れてくれて、みんないいよって言ってくれたから、あ、でも今日 TikTok 上げたので見てください。アニメダンスバージョン、推しの子の金輪際現れない。いやさ、こうじゃない？オタゲーってどうやってやんの？オタゲーめっちゃガチでできる人いる？実はできますの人いる？こうやってさ、パンって光らせてさ、こうやってやるやつできる人いる？かじった程度？見たい。見たい。できる人いる？あとは？ファイズさんできんの？じゃあファイズさんとマカロンロンで今度じゃあやってください。なんかこういうやつでしょ。こうやって、こうやってやるやつでしょ。ちょっと私のアラブと石油王の結婚式の余興でみんなそれやってね。ローマンス。やってね。うち師紹介者。じゃあみんなちょっと受けてきて、なんかそういうレッスン受けてきて。あれかっこいいよな。でもさ、カーンってさ、地面とかで鳴らしてさ、あのね、光らせるんでしょ。すごい。あれできる人いたらちょっとキュンとするかも。あ、準備体操みたいなのがいいよね。カーンってやって、こうやってやって、おたげに入る前の動きがいいよね。みんなレッスン受けてきて、リカのために。リカに捧げるローマンスやって。あと私ちゃんとしたガチ恋工場も聞いたことない。言いたいことがあるんだよってやつ。何何ってやるから、リカ。なんだっけこれ、誰だっけ、なんかあるよね。言いたいことがある、何何、好き好き大好き、やっぱ私もみたいな。
NGT でガチ恋入る曲、え、どれどれ、え、そしたらめっちゃ聞くから、エロく言いたいことが、なになに、なんだっけ次、やっぱりなんとか可愛いよ、好き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、それはお前に出会うため、俺と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してる、愛してる、合ってる、え、すごくない私記憶力、これちゃんと言われたことない、NGT の何の曲で入る？公演曲でなんかある？20日やって、じゃあ声出せるでしょ、もう3連入ればいい、出ていける、あ、そうなんだ、ポテトガチ恋できる曲あんまない、え、みどもりは？チャチャラチャチャンチャ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 ンチャチャラチャ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 ラチャ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 ラチャ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 、え、待って待って、分かんなくなってきた、3連ミックスって何で入る、何か、何かがいるよ、わ、え、違うよ、春どこじゃん、チャラララララララッタララララッタン、チャ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 、3連で世界で一番愛してるまで、いて、え、何位となんだろう、48ぐらい、1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8、え、8 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 8
88だ多分。8個1234567あったらいけるでしょ。
それで言うと世界で一番愛してるまでは8、愛してるが9。あ、確かに。だってじゃじゃじゃんがあるもんね。47は「ちゃん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 じゃじゃじゃん」があるもんね。でもそんな半端にするかな。48が4回だよ。じゃあ482回だん482回だ。え、ちょっとやってみて、いくよ。ガチ声工場やってみてね。せーの、1 2 3 4 5 5 6 7 8 2 2 4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  5 6 7 8 2
入った今の。やっぱりなんだいいよ。あうん、何だっけ、不思議。見つけたお姫様。俺がお前、それはお前に出会うため。人生、俺と一緒に人生も世界で一番愛してる。愛してる。え、8です、8。88じゃない?だって言いたいことがあるんだよで 1,2,3,4,5,6,7,8 だもん。言いたいことがあるんだよ。やっぱり推しメン可愛いよ。好き好き大好きやっぱ好き。やっと見つけたお姫様。俺が生まれてきた理由、それはお前に出会うため。俺と一緒に人生歩もう。世界で一番愛してる。愛してる。9だわ。ちょっと待って、指って何本え、9だわ。9だ。愛してるまで入ったら9。すごい。じゃあ、それでやってください。次の公演。どの曲か知らんけど。だからやっぱダダッターンの分が9なんじゃない。ダダ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 。47アウトロ。え、アウトロってこんなんじゃなかったっけ。タタタタタラタタタン笑顔のはってこと。え、違う。え、ドゥドゥ、え、なんだっけ、どんなんだっけ47って。ちょ、忘れちゃったので終わります。7位が正弘さん、6位が元吉さん、5位が丈太郎、4位がおまめさん、3位がリュウジさん、
2がたたか、1位がてりもきバーガーさんです。ありがとうございます。久しぶりにフルネーム呼んだ、てりもきバーガー。まあ、堀もきさんだけどな。じゃあ、今日は、行きます。2回目初めての農業プリプリガチ恋バージョン、ガチ恋いいね、いいねだけに。